泉佐のコミュニティバスは、大阪府泉佐野市で運行している、コミュニティバスである。また、ここでは、泉佐野観光収入バスと、泉佐野、田尻、コミュニティバスについても記述する。北回り、現在はポンチョに置き換え済み北回り、中回り、南回りの3コースがある。すべてのコースが、泉佐野駅前を奇襲点とし、泉佐野市役所前、臨空総合医療センター、 社会福祉センターを経由する。また、各路線とも南海ウイングバス南部の廃止路線の一部区間を継承している。2015年12月6日より日曜日祝日限定で運行されている観光周遊バスである。ただし、年末年始と秋の祭礼の日は運休する。運賃は泉佐のコミュニティバスと同じく無料である。泉佐の駅前を起点に 時計回りの A コースと半時計回りの B コースがあり、A コースはひねの方面を先に回り、B コースはクータウン方面を先に回る。一部の停留所は片方のコースにのみ存在する。2019年5月13日より運行を開始した泉佐野市と田尻町を巡回するコミュニティバスである。田尻町側の愛称は田尻地ちバス。運賃。 運行曜日、時間帯、本数などは、泉佐のコミュニティバスに準じる。括弧内は、平日の第一便は経由しない。泉佐の駅前、ンク総合医療センターあふれ、アイセンター前、吉見の里駅場、下称、自羽倉先、駅前、健康増進センターンク総合医療センター泉佐の駅前。ありがとうございます。